というか、まあお寺ではないですね。ごきげんよう、タリアノです。今日はですね、奇抜なデザインで世界に知られるお寺、ワット・ロン・クン、これをご紹介したいと思います。まあこのですね、世界一奇抜なお寺を、まあ、ご存知ない場合はですね、写真をすぐに見ずにですね、まずは最初から私の話を聞いていただきまして、まあ、どんなお寺なんだろうとちょっと想像しながらですね、聞いていただければ、あのよりその実態にちょっとびっくりするかもしれません。まあ、ご存知の方はですね、ぜひその背景にも注目して聞いてみていただければなと思います。早速行っていきましょう。まずですね、今回ご紹介するお寺、これの場所をちょっとお話してみたいと思います。ワットロン君っていうのはですね、タイの北北部の町のチェンライっていうところからですね、まあ、10キロほど南に行った場所にあります。で、そのチェンライのあるあたりっていうのはですね、ミャンマーとあとラオス、そこに近い場所にあります。で、歴史的にはですね、タイ北部っていうのを支配してましたランナー王朝っていうのがあったんですけど、そこの最初の都があった場所っていうのがそのチェンライなんですよね。なので、そのいろんな文化が混ざってます。で、さらにですね、山に囲まれてたので独特の文化っていうのが繁栄してきました。まあ、こういうですね、独自のランナー文化っていう文化になってまして、今もですね、建物とかあとはその仏教寺院ですよね、そういったところに影響が残ってます。まあ、ちなみにですよ、この辺りっていうのは山岳地帯なので、山岳少数民族の方がいらっしゃったりとか、あとですね、太陽室の別荘なんかもあったりします。まるでその避暑地みたいなところですよね、としても有名です。ではですね、そういうそのランナー文化が根強く残るチェンライで、ワットロン君っていうのはですね、ランナー文化を代表するようなお寺の建築様式を持ってるんでしょうか。答えはですね、まあ確かに影響は受けてます。ただいわゆる伝統的なお寺、まあ、私たちがそのイメージする例えば法隆寺とか東大寺とかですね、そういうお寺とは全く違います。じゃあ何のお寺なんでしょうかっていう話なんですけど、一言ではですね、なかなか言えない、まあ、難しいなと思ってしまうんですね。で、まあ、どういうことかっていうことなんですけど、お寺なんですよ。本来例えばそのとある宗教のとある考え方に共感した人、あるいは組織っていうのがですね、その宗派を表すために作り上げるものですよね。ただこのワットロン君はですよ、何らかのその宗教に共感してその考え方を表すために作られたお寺っていうわけではちょっとないんですよね。まあなので、もし一言で、まあ、仮にですよ、一言で言おうとするならば、一人の天才アーティストが作り出した芸術作品としてのお寺なんですよ。なのでその美術品っていう方に近いかも分かんないですよね。まあお寺というよりかは、まあちょっとそのアートみたいな方ですよね。なので、もともと仏教画家であったシャレムチャイ・ゴーシット・ピパットさんという方がいらっしゃるんですけど、この方がですね、仏教の伝統というのを意識しつつ、自分独自の解釈でですね、まあ地獄であったり、その人間であったり、あとその天国っていう、そういったものを作り上げたものなんですよね。このワットロン君は作られたのがですね、1997年なんですよ。めちゃめちゃ新しい。で、もともとですね、そのまあ寺自体はあったんですけど、すごく荒れ果ててたんですよね。で、そこをアーティストのチャレムチャイさんが自分の資産を投げ打ってですね、再建することにしたんですよ。まあその額なんと30億円というとてつもない金額なんですけど、その彼のおかげで今はその観光スポット、一大観光スポットとしてですね、メディアに取り上げられたりとか、世界中の注目を集めてます。そのタイ語ではですね、まあ、ワットっていうと、まあ、お寺って意味があるんですけど、ワットロン君は本当にお寺というよりもアートに近いです。というか、まあお寺ではないですね、はっきり言っちゃうと。アート作品としてそのまあ強烈なインパクトがあるので、インスタ映えするスポットとしても有名です。まあ、特にですよ、中国人観光客とか、あとその世界中からですね、観光客が訪れる場所でもあります。ただですよ、ここまで聞いてきて、まあ何なんだよそれっていう、もう意味不明だっていう感じだと思うので、実際にですね、ちょっとその写真を見ながらご説明していきたいなと思います。少しですね、前置きが長くなっちゃったんですけど、その奇抜さっていうのを、まあ、一つ一つご説明していきたいなと思います。まずですね、この外観、ちょっとこれ見てもらったらいいんですけど、真っ白ですよね。真っ白、英語ではですね、もうそのまんまホワイトテンポル、まあ、みたいな感じで言うんですよ。で、私自身もですね、友人にちょっと連れられまして、初めて訪れた際にはですね、もうすごいショッキングだったっていうのを覚えてます。なんだこれみたいな、っていうかお寺じゃないじゃんみたいな。
もうもちろんですね、この白さはアーティストとして意味があるっていうふうにおっしゃってるんですよね。純白自体はブッダが放っている光っていうのを意味しますというふうに言ってます。なのでその一般的にタイだと、まあ、黄金使ってたりとかするんですけど、黄金じゃなくてブッダが放つ光である白っていうのを私たちはイメージしてるっていうのでワットロックはなってます。でですね、入り口をちょっと入っていくと、まず目に飛び込んでくるのが大きな橋なんですよね。これを渡った先に本堂があるんですけど、この橋を渡るにはですね、なかなか度胸がいるかもしれません。というのもですね、この橋の周りにはですよ、ここ周りが地獄をイメージしてまして、いろんな像があるんですよ。無数にブワーってこう伸びてる手とかですね、恐ろしいわーみたいな顔をした悪魔のような像みたいな、なんかそういうのがいっぱいあって、ちょっとアトラクションみたいな感じなんですけど、それがこの、 あの橋の周りを取り囲んでます。で、この橋はですね、どういう意味合いがあるかっていうと、輪廻転生っていうのを意味してるって言われてまして、地獄、その橋の周りの地獄からですね、生まれ変わって魂が浄化、ピュアになってですね、天国に行きますと、そういう仏教の教えっていうのを意味してるというふうにされています。ただですね、この周りの像がちょっとあまりにもおぞましいので、なかなかこう見るに耐えないっていう感じではあるんですけど、まあちょっとこの橋を渡ってもらって本堂に近づくと、本堂がですね、天国を意味しています。なのでその天国の周りにはあの仏像っていうのがいまして、まあ、それは他の、まあね、まあ、仏教人とかで同じなんですけど、他に誰がいると思いますか、ね、例えば観音様とか如来様とか、これね違うんですよ。もうこれもねちょっとんって感じなんですけど、ドラえもんがいます。ドラえもんですよ、あのね、日本でもあの有名なドラえもんですよ。本堂にはですね、現世、まあ、我々と同じようなその世界を生きている現世のヒーローがいるわけですよ。ドラえもんとかスーパーマンとか、まあ、天国なのに現世って感じなんですけど、多分ですよ、これね SF じゃないですか、まあ、SF というかその何ていうんですかね、こう実際にはいない存在ですよね、ヒーロー、まあ、ヒーローはいるんですけど、例えばドラえもんとかスーパーマンとかって、なんでそういう空想の世界なんで天国とまあ同じっていう意味合いでおそらく置いてるんじゃないかなと私はちょっと思ってるんですけど、とにかくですね、お寺なのにもうそのポップなんですよ。ポップでその地獄とかも結構刺激がバーってきついわけですよ。なんで結構一回行ったらですね、ちょっとやみつきになっちゃうようなお寺なんですけど、まあお寺というかそのまあアートなんでちょっとしょうがないのかもしれないですけど、ただですね、これね、中はですよ、あの撮影禁止なんですよ。本堂の中撮影禁止なんで、ぜひあの一度訪れてみて、その、なんていうんですかね、その本堂の中っていうのをぜひですね、楽しんでもらえたらと思います。あ、そうそう。で、あとですね、あのお手洗いもあるんですよ。その、あのお寺って言っても結構広いので、そのお手洗いはなぜか金色です。お手洗いだけですけどね。で、この目が覚める色とはですね、本当にこのようなこと言うんだなっていうぐらいもギラギラしてます。なんで、この黄色自体はその体を意味してるんですよ、体。で、体を意味してて、そのお金とかセックスとかそういう欲望を意味してるらしいんですよ。まあ、ということで、その何が何だかちょっとよくわかんない、もうすごい不思議な寺院なんですけど、実際に行ってみる価値はですね、十分にあると思います。で、こんな寺院っていうのはもう多分おそらくですね、世界でもまあ多分ここしかないんじゃないかなっていうぐらい、まあ、変わってますよね。ただですね、これそのまだ完成はしてないっていうふうに言ってまして、これからもその新しい建物っていうのがその敷地の中にですね、どんどんポコポコできていくっていう、もう本当に目が離せないなっていう感じなんですよね。ということで、今回もですね、最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。あ、まあ、いかがだったでしょうか。まあ、もしですね、この動画がちょっと面白かったなと、まあ、役に立ったなっていうことであればですね、ぜひ高評価いただければと思います。まあ、これからもですね、こういう歴史の話題であったり、まあ、あとはそのタイの話であったりですね、もうどんどん深く歴史を分かりやすく面白く解説していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。それではまた歴史の世界でお会いすることにしましょう。ごきげんよう。